平井真嗣は、日本の自治、総務官僚、政治家、鳥取県知事、全国知事会会長、東京都千代田区外神田生まれ、父は弁護士。改正中学校、高等学校を経て、1984年、東京大学法学部第一類を卒業し、自治省に入省した。本省勤務のほか、兵庫県や福井県への出向も経験する。 1995年9月よりアメリカ合衆国へ派遣され、1996年1月からカリフォルニア大学バークレー校政府制度研究所客員研究員。1999年、鳥取県庁へ出向。鳥取県総務部長に就任し、2001年には全国最年少で鳥取県副知事に就任する。2007年2月、 総務省を退官する。2007年4月8日、無所属で鳥取県知事選挙に出馬し初当選した。当選後、片山義弘前知事の下で制定された鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例を見直す考えを示した。2008年、当時の宮城県仙台市長であった梅原克彦氏の発案による 拉致問題と戦う知事の有志の会の結成にあたり、発起人の一人に名を連ねた。2011年4月、鳥取県知事に再選される。2015年4月、鳥取県知事参戦。2018年10月26日、安倍晋三内閣総理大臣が、中華人民共和国の訪問に合わせて、北京市の人民大会堂で行われた第一回。 日中第三国市場協力フォーラムに出席、鳥取県の名産品などの紹介をすべて中国語で行い、会場の出席者から多くの拍手を得た。2019年4月、鳥取県知事に四選された。家族は妻、二男。鳥取県庁公式サイトより参照。ありがとうございます。